株式会社成鳥獣対策連携センターの阿部です。僕の方からですね、アライグマの基本的な生態と防除対策について今日お話したいと思います。まずですね、アライグマ対策を効果的に進めるためには、その特徴について、詳しく知っておく必要があります。で、アライグマの特徴はっていうとですね、まず最初に出てくるのが、非常にタフでですね、たくましい動物だっていうことだと思います。環境への適応能力もですね、非常に高くて、運動能力もとても高い動物だということがわかります。運動能力についてはですね、この関西野生生物研究所の川道先生に昔ですね、いただいた映像が非常にわかりやすいので、これを使って紹介したいと思います。高い木の上からですね、頭を下にして降りてくるアライグマの映像なんですが、丸々と太ってですね、非常にこう体重も重い個体にもかかわらずですね、軽々と降りてきます。そしてさらにですね、これにあるのが、アライグマ返しで、アライグマを高い木の上に登らせないためのものなんですが、それを回避する行動を見てるとですね、アライグマがどんだけすごい運動能力を持ってるかっていうことが分かります。この後ですね、もう後ろ足だけで木につかまって体を反転させるというですね、人間技ではないと文字通りね、そういうアクロバティックな行動も難なくこなしてしまう、そういう動物だっていうことが言えます。いろんなところでですね、お話をしているとよく聞かれるのが、天敵動物についてです。アライグマにはね、日本で天敵はいないのかって聞かれるんですが、アライグマにはですね、北米原産なんですが、北米にも天敵と呼べるような動物はいません。日本国内の中型哺乳類でいうとですね、タヌキとかアナグマ、キツネなんか考えられるんですが、そのいずれもですね、アライグマの天敵にはなりません。で、見るとですね、アライグマとタヌキの体サイズの違いというのは歴然だということが分かりますね。右の写真は犬歯なんですけど、タヌキの犬歯が、この辺からしかですね、表出てないのに対して、アライグマの、犬歯はここまでがですね、外に出てます。下顎骨の幅、物を噛む力をね、こう表してますけど、それの大きさもですね、アライグマの方が断然大きいですね。頭骨の大きさを比べてももう一目瞭然ということでですね、日本国内で、アライグマの、天敵となるような動物は存在しないとなります。人間を怖がらないという特徴もですね、アライグマが、外来生物として、見知らぬ土地にですね、定着する上では非常に重要な特徴だったと思います。もともとですね、在来の哺乳類っていうのは、人間が生活する環境あんまりですね、忌避して、怖がってですね、近寄らなかったりするものなんですが、外来生物はそういうところをですね、全く恐れず、ずかずか入ってくるっていう特徴があります。で、例えば家の中ですね、人が住んでる家の中でも屋根裏にですね、普通に住み着いて繁殖行動を、繰り返します。で、この映像はですね、昔僕は北海道で撮った映像なんですが、屋根裏に住み着いたアライグマがですね、壁に穴を開けて夜な夜なで台所に出てくる映像です。アライグマはですね、この後、棚を下って向かい側のある冷蔵庫を開けてですね、中の食べ物を全部食べてしまいます。その後ですね、味噌の足跡がついてたので、それを追っかけたんですが、台所のたらいの中に溜まった水でですね、手を洗って帰っていっているようだというようなことでした。で、一見するとですね、非常にこう、微笑ましいような、ラスカルを彷彿とさせるような、絵がイメージされるんですが、実際はですね、人間が毎日食べ物を口にする空間にですね、どんな病気を持っているかわからない野生動物が日常的に入り込むっていうのは、非常にこう危険な、感染症のリスクとかの高い状況になりますので、こういったことはやっぱり、避けていかなければいけないということになります。アライグマの2つ目の特徴はですね、非常にこう食欲が旺盛で何でも食べることによって、深刻な被害を出すということになると思います。農作物を中心にですね、甘いものとか、美味しいものたくさんありますので、そういったものに執着をしてですね、大きな被害を出すことが知られています。アライグマはですね、母親を中心とした母系社会を作りますので、家族でですね、農地に訪れ被害を出します。
そのことによってですね、まあ、4頭5頭のアライグマが農地に同時に現れますので、非常に大きな被害が出ることが知られています。昔僕は北海道で調査をしていた時はですね、一晩で10アールのトウモロコシ畑が壊滅したっていうこともあってですね、そういう意味では非常に厄介な動物が日本に入ってしまったんだっていうことがわかると思います。北海道ではですね、農業被害額が年々増加傾向にあります。僕は昔北海道にいたですね、平成20年ぐらいまではだいたい横ばいに3000万円ぐらいでですね、年間の被害額が横ばいに推移してた時代があったんですが、北海道を離れた後ですね、どんどんこの被害額が増加傾向にあります。被害を申告する市町村の数もですね、右肩上がりでどんどん上がってきたんですが、被害額としては現在、年間で1億円を超えるような被害が毎年計上されているような状況です。在来生物への影響もですね、非常に心配されます。まあ、広島ではダルマガエルだったりですね、三浦半島では東京サンショウウオとかですね、北海道ではエゾサンショウウオっていうような、水辺の動物を中心に非常に大きな、食害の影響が出ることが知られています。水辺で繁殖するような鳥もですね、結構食べられていて、その影響がですね、どの程度、深刻かっていうことは、今現在あちこちでですね、研究者が調査をしているところです。で、在来動物のですね、さっき言った中型の、狐とかタヌキ、アナグマの姿を見なくなったよっていうような報告もですね、アライグマが定着すると増えてきますので、そういう競合関係にある動物を駆逐してしまうというのもですね、心配される影響の一つになります。で、実際ですね、その水辺の動物をどうやって襲うかっていうような話なんですが、これ在来の動物じゃないんですが、静岡市さんからですね、昔ご提供いただいた映像にいいのがあったので、ちょっと紹介をさせていただきます。で、これはですね、錦鯉を放している池の映像になります。で、アライグマがですね、その錦鯉をハンティングする映像なんですけれども、1匹10万円する錦鯉をですね、毎日1匹ずつ食べていくということで、非常に大きな、深刻な被害でした。映像はですね、ものすごい迫力のある映像で、もうなんか見ていてもハラハラするんですが、アライグマ全く水を恐れずにですね、本当にハンティングをしているっていうような様子が映されています。実際ですね、水の中を自由に泳ぐ魚を捕まえるというのはそう簡単なことではないと思うんですが、アライグマしっかりと鯉を捕まえてですね、陸に引きずり上げる様子が映ってます。凄まじいですね。で、自分の体よりも大きいんじゃないかっていうような鯉をですね、仕留めたら、これを池の外へ持ち出します。外周にはですね、ああやってネットが張ってあるんですが、まあ、そんなもの全く気にせずですね、無理やりそれを運び出していく映像が映されていました。こんな風にしてですね、水を恐れないアライグマは、水辺の動物を中心に大きなですね、食害を与えることが知られていて、特にですね、集団で繁殖をするような両生類に関しては、そのダメージを大きく受けやすいということが心配されています。3つ目の特徴はですね、アライグマは取らなきゃ増え続けるっていう話です。アライグマの繁殖能力というのは非常に高くてですね、毎年必ず出産をします。これ下にイラストで描いてるんですが、1年に1回アライグマは出産期、繁殖期が来るんですが、大体ゴールデンウィークぐらいですね、5月のゴールデンウィークぐらいにピークが来ることが知られています。産む子供の数はですね、4頭、それで半分がオス、半分がメスになります。で、生まれたメスはですね、1歳になる頃に、だいたい6割の後半から7割ぐらいですね、繁殖に成功することが知られています。そして、またここで4頭子供を産むわけですね。で、2年目以降はっていうとですね、だいたい野外で7歳とか8歳ぐらいまで最高齢だと生きているような状況ですけれども、その間、ほぼ100%のですね、妊娠率、繁殖成功をしてですね、年々子供を増やしていくというようなことになります。1回ですね、流産してしまったり、
子供を産んだ直後にですね、子供を取られれば、夏以降にもう一回、発情が来ることも知られていてですね、ちゃんと損失補填能力もあって動物がどんどん増えていくっていう、そういう動物だということが分かります。先ほども言ったんですが、競合する天敵がいないことだったりですね、身体能力も非常に高いことで、死亡率、子供の死亡率が非常に低いことも知られていてですね、北欧の方で、タヌキに関して8割ぐらい1歳になる前に死亡率があるって言われる中で、アライグマは30%ぐらいの死亡率って言われてますので、そういう意味でも、たくさん産んで死ににくい、いうことはどん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 増えるっていうことが、分かっています。これ兵庫県にいた時のデータなんですが、1980年からですね、5年刻みに、そのアライグマの分布をですね、地図上に落としたものになります。で、最初ですね、80年とか85年、点はあるんですが、まあ、点々とですね、バラバラと見えるのが、これ95年、2000年になる頃からですね、この神戸市を中心に赤の点の広がり方が急速に拡大している様子がわかると思います。で、こういうふうにですね、まあ野生動物っていうのは、ある一定のですね、頭数を超えると、急激にですね、その増加率が激しくなるということが、知られています。で、まあ坂東市さんがですね、現状どのぐらいのアライグマがいるかっていうのはまた推定してみないとわかんないんですが、ある一定の水準を超えないようにですね、早めに対策をしないと、もう一気にですね、アライグマが広がっていくっていうのを、こういう先行の事例が教えてくれてると思います。じゃあどうしてですね、その一定の水準を超えるとアライグマが急激に増え出すのかっていう話なんですが、例えばですね、ここにちょっとグラフを使ったシミュレーションをお見せしてみます。で、例えばですね、ある時期、アライグマがある地域にですね、10頭ぐらいしかいなかったらどうなんだろうかっていうようなところからシミュレーションの説明をしてみようと思います。で、アライグマの自然増加率ですね、1年間にどれぐらい増えるのっていう数は、まあいろいろですね、データにばらつきはあるんですが、まあ4割から5割ぐらいなんじゃないかっていうのは今言われています。で、例えばですね、まあアライグマ1年間に40%増えるってものすごい数なんですが、最低でも4割増えるとしてですね、このシミュレーションを見ていきます。で、ある年ですね、ある地域でもしアライグマが10頭しかいなかったら、そのアライグマは翌年何頭増えますかっていうのが、この自然増加率の意味するところです。10頭のうちの4割が増えるわけですから、翌年10頭が14頭になります。それ4頭しか増えてないですね。で、野外でアライグマが10頭から14頭になっても誰も気づかないってことです。ほっとくとですね、アライグマどんどん増えていきます。で、ある年ですね、100頭になりました。実際100頭になったアライグマ、翌年何頭増えますか？同じように最低4割増えますから、100頭のうちの4割、40頭が増える。まあ100頭が140頭になるわけですね。まあこれでもですね、多分多くの人はアライグマがいることすら気づかないんじゃないかなと思います。で、ほっとくとどんどん増えていって、ある年1000頭になりました。1000頭のアライグマがですね、1年間でどれぐらい増えるか。まあ最低でもですね、4割増えるんで、同じように考えて400頭増えることになりますね。1年間でアライグマが400頭増えるとですね、多分まあ街中でアライグマ増えた場合には非常にこう目に突き出す頃かなと思います。まあこの時にですね、打つべき対策を打っておかないと、まあアライグマどんどん増えてきますので、ある時1万頭になったとします。1万頭になればアライグマ1年間で4000頭増える計算になりますので、4000頭を取らなければ逆にですね、その数は減らないということが言えます。で、こんなふうにですね、自然増加率、繁殖力は変わらなくても元の数がですね、多くなると1年間に増える動物の数は多くなるわけですね。なので、アライグマ対策を考える上では、できるだけ早い段階でアライグマを叩いておかないとですね、どん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 1年に増える数が大きくなってしまいますので、それだけ対策が大変になっていくっていうことが言えると思います。まあ、例えば皆さんの地域でアライグマを何頭取ってるかって話なんですけど、まあ、100頭、200頭、まあ、場合によって坂東市さん600頭とか700頭取っていく中でですね、もしそれでアライグマが翌年減ったなと思えば、逆に言えば自然増加率以上のですね、捕獲が効いてるってことになりますし、取ってるのに全然減らない、取ってもアライグマが減らないよっていうことになる、なればですね、この自然増加率以上に取れていないってことになりますので、もっとですね、捕獲圧を強化して、たくさんのアライグマを捕獲しなければいけないということが言えるんだと思います。
で、アライグマの生息状況に合わせた対策としてですね、アライグマがまだ入っていない段階から入った初期の段階、そして定着して分布が拡大していく段階で、最終的にですね、もしできれば排除の最終段階っていうところに持っていきたいわけですけれども、ご自身のですね、地域がそのどの段階にあるかっていうことで、取るべき対策っていうのは変わっていくと思います。まだ入っていない時期はですね、アライグマが入ってきたってことを素早く検出できるような監視体制が必要なんだと思います。できる限りこの侵入時期を遅らせることっていうのがですね、まだ未侵入の段階では必要な対策になる。いろいろ広報とかしてですね、アライグマの特徴を皆さん、住民の方に伝えて、どうやって防いでいくかということを事前に勉強するような段階かなと思います。で、1回入ってしまうとですね、もう、一気にゼロまで持っていくことはできないです。で、特にですね、侵入の初期段階に叩いておきたいということはあるんですが、まだアライグマの数も少ない状況ですので、闇雲に罠をかけてもですね、空振りで労力ばっかりかかって成果が出ないっていうような時期になります。で、こういう時期はですね、いろいろ、やりたくなるものなんですが、大事なことはですね、とにかく見つけたアライグマを1頭ずつ確実に捕獲するっていうことだと思います。1回見つけたアライグマをできるだけですね、しっかりと取っていくことで、数の急激な増加っていうのを抑制する効果があるんだと思います。で、だんだんですね、とはいえ、アライグマ増えてきますので、それが定着分布拡大の段階、もう1年間に100頭以上とかですね、アライグマが取れるような状況になると、もう侵入初期とはちょっと言えないような状況かなと思います。で、こうなったときはですね、もうとにかく1頭でも多くのアライグマを効率的に捕獲する体制が必要になりますので、外来生物法に基づく防除計画とかしっかり立ててですね、捕獲する従事者の数をどんどん増やしていくのが必要な措置だと思います。で、当然行政の担当者もですね、その処分とかを一手に引き受けているとですね、もうマンパワー足りなくなってしまいますので、いかにですね、捕まえたアライグマを速やかにですね、処分していく。いうことができるかっていうところも含めて、体制の充実が必要になってくるんだと思います。まだね、侵入初期の段階で数頭しかアライグマ取れてないような時はですね、行政の担当者が対応することも、悪くないと思うんですが、だんだんですね、その数が増えて年間100頭、200頭、500頭、600頭ってなっていくとですね、これを全部行政で、最初から最後まで世話をするっていうことはもう当然できなくなっていきますので、いかに効率的に、循環するような仕組みでですね、罠をかけて捕獲をして殺処分、死体を処理っていうラインをですね、作っていくか。いうことをしっかりと検討する段階かなと思います。で、4番のですね、排除の最終段階、これは実はまだ日本では、見たことはないんですが、もうどんどん捕獲をしたアライグマが減った暁にはですね、取り残した最後のアライグマをいかに効率的に取るかっていうことで、たくさん技術開発とかですね、そういったものを駆使しながら最後の1頭を除去する、ものすごい労力とお金がかかる段階になりますけれども、そういったことは将来的に、目指していくところなのかなというふうに考えています。この簡単な表でですね、ご自身の地域がどのあたりに位置するかで、どんな対策が有効かっていうことを考える参考にしていただけたらなというふうに思います。で、ここまでですね、嫌な話をたくさんしてきました。アライグマいかにすごい動物で、厄介な動物かっていう話をしてきたんですが、最後の特徴としてですね、この取らなければ増え続けるということは、裏を返すとですね、取りゃ減るという話でもあるわけですね。で、そう考えると、アライグマ、イノシシとかシカとかサルと比較をしてもですね、非常に取りやすい動物ではあると思います。学習能力も高くてですね、頭のいい動物ではあるんですが、逆に餌に対する執着心も非常に強いので、上手にですね、罠をかけることで、数を減らすことができる、そういう動物だと思います。